では前日の監督選手の会見の映像届いていますのでご覧ください。そうですね、まあ、そのエスパルスの前節の京都戦で初出場して、その京都戦で結構 J1 の、プレースピードだったり強度っていうものを感じることができたんで、まあ、それがエスパルスにつながって、まあ、結構チャンスメイクもできたかなっていうふうに自分の中で思ってるんで、それがエスパルスに出たかなと思います。そうですね、ここ数試合 J1 リーグ含めて出場させてもらってて、まだ結果っていうものを出してないと思うんで、やっぱ結果が全てだと自分は思ってるんで、やっぱ得点、フォワードとして得点っていうところで点取って活躍したいなって思います。まあ、絶対この試合は落とせないっていうか、絶対勝たないといけない試合なんで、まあ、勝ちに執着して、まあ、それで自分のゴールで活躍できたらそれが一番かなと思います。今だとボランチに三月とダワンを置いてるっていうのが、まあ、全てだと思うんで、まあ、守備に関して、まあ、ハードワークだったりとか、まあ、そういうところを求めての、選考だと思うので、まあ、そういうところは、まあ、求められている以上はやっていかないといけないのかなっていうふうに思っています。前半からこうなんていうでしょう、プレスかけられて、まあ、あんまりうまく運べてなかったので、まあ、しっかり、まあ、途中からで、まあ、怖い分もありましたけど、まあ、勇気持って受けることと、まあ、どんどんリスクを犯して前にボールを運ぶこと、まあ、選手間の距離を、まあ、自分が間になってこう縮めていくみたいなところは、入るときは意識してましたし、まあ、それをうまく公平であったりとか、まあ、近くの選手は汲み取ってやってくれたんじゃないのかなとは思っています。アウェーの時も、まあ、うまくこう数的中盤で数的優位作りながら、まあ、センターバックがフォワードの脇から侵入してみたいなところで、まあ、押し込める時間帯も作れてはいたので、まあ、その展開に持っていきながら、まあ、最後やっぱり仕留めていかないとあえて、引き分けで終わってしまうので、まあ、ホームなんで、まあ来てくれてるお客さんのためにも勝利とちゃんと、満足いく内容を残せたらなと思います。中 2日しかないので、まあ、コンディションの見極めと、まあ、準備をしている選手っていうのを、まあ、チャレンジさせたい思いはあります。我々はもう残りリーグ戦の、ルヴァンカップのリーグ戦の3試合を3連勝しないと予選突破は難しいと捉えています。なのでまずホームの大分戦、明日のゲームっていうのは非常に大事ですし、まあ、大分さんも負けられない状況だと変わらないので、まあ、このゲームで勝った方がおそらく予選突破に近づくゲーム近づくように今後なっていくのかなというところで、明日の試合はやっぱり負けられないゲームになると思います。はい、前日会見の様子ご覧いただきました。坂本選手、山本選手、片野坂監督のコメントだったんですけれども、先ほども、ね、今は山本選手映っていますけれども、